芸与諸島。芸与諸島は、日本の瀬戸内海西部に位置する諸島。広島県と愛媛県に属しているため、両県の旧国名である、秋国と伊予国から一文字ずつ取ってこう呼ばれている。芸与諸島は、広島県本土、本州と愛媛県本土、四国の間に位置する。広島県、旧貧乏国を含む、呉市から東の島全てと、 愛媛県旧落ち軍島所部及び若干の付属島所、大小数百の島からなる。目安としては、東端が、広島県福山市友の裏と愛媛県今治市を結ぶ、線、西端が、のみ島、倉橋島までで競技においては、広島案内は含まない。西に、防御諸島、東に、笠岡諸島がある。かつては、下鎌刈島から大崎上島。 大見島の周辺のみの狭いエリアを、芸予諸島と呼ぶことがあった。また、芸イ軍島の一部とビンゴ軍島、総島軍島は、厳密に言えば、旧ビンゴ国に属しており、かつてはこれを含めない場合があった。平成の大合併の結果、芸予諸島の島々からなる市町村の多くは、本州、四国本土を中心とする広島県呉市、尾道市、愛媛県今治市などに組み込まれた。 現在、芸予諸島に、市役所、町役所、村役所を置く、自治体には、江田島市、大崎上島町、上島町がある。芸予諸島をより細かく分ける場合、西側から、秋群島、江田島周辺のみ、鎌刈群島、下大崎群島、上大崎群島、関前諸島、来島群島、越諸島、芸イビ群島、上島諸島、林後ゴ群島、 総島群島とす。友人島は150島、人口は合計約17万人。野見島、因島、向島、倉橋島の広島県4島の人口が比較的大きく、いずれも1万人を超えている。他5000人を超えている島として、広島県大崎上島、生口島、愛媛県大島、博多島、大見島の5島がある。 2010年の国勢調査によれば、向島、尾道市市街、因島に人口集中地区が存在している。ほとんどの島で本土より早いペースで過疎化、高齢化が進行している。芸イ諸島に非常に多くの島が密集していることで、芸美地方の歴史のあり方に、種々の影響を及ぼしてきた。瀬戸内海は、地形の複雑さと緩慢の差の激しさが、流れの速い潮を生み出した。 大正時代の物理学者、文学者である寺田虎彦は、広い灘と灘を連絡する海峡の両側の海面の高さが時刻によって、著しくうところができます。そうすると、水面の高い方から低い方へ、海の水が盛んに流れ込むので強い潮の流れができます。寺田虎彦全集第六巻、岩波書店、1997年と記した。中でも、 四国と大島とに挟まれた久留島海峡は、ちょうど、瀬戸内海の中心に位置し、海峡幅も広いため現在では、国際航路として様々な船が航行しているが、古くは、一に、久留島、二に、なると、三と下って、バカン瀬戸と歌われるように潮の流れが速く、瀬戸内海有数の難所であった。こうした地形を巧みな操船技術を持つ者が、支配権を握るようになる。 もともと陸地として繋がっていたものを航路として用いるため改作したところも存在する。例えば、呉市本土と倉橋島の海峡である温度の瀬戸には、日宋貿易の航路として用いるため平の清盛が沈む、遊日線で招いて1日で改作したとの伝承、暇ねき伝説が残る。実際に掘削したかは不明。地形的特徴としては、 どの島も平野部が狭く急峻な山あるいは丘陵地で占められている。芸与諸島最高峰は、陸地島の観音山で標高472.3メートル。気候は、瀬戸内海式気候である。丘陵地で温暖な気候を生かした農業が展開されている。植生で特徴的なのは、ほぼ紅葉樹による大小植生で占められている点である。 これはこの地で古くから生炎業が盛んで、生炎の際に熱源を必要としたことから、燃料用に大量に木々が伐採された、古によりハゲ山となり、そこで繁殖力旺盛な赤松が植えられていったことによる。イノシシが生息しており、海を泳いで、島から島へ渡る様子が住民たちによって、たびたび目撃されている。ゲイヨ諸島では、どんぐりが少なく、 田畑が休む冬場でも、柑橘類が豊富でイノシシが餌に困ることがない。近年では皮を剥いて食べた痕跡も発見されている。半無人島の上島町は高根島では、タヌキ、ハツカネズミなどの哺乳類、石亀ガメ、日本ガメ、日本ヤモリ、トカゲなどの爬虫類、モツゴドジョウメダカなどの淡水魚などが調査によって見つかっている。このうち、土壌は、 愛媛県で純絶目付き具種となっているが、水田の整備が進んでいないため、阿光根島では豊富に生息している。また、もつごは人の手によって導入された。縄文時代における、芸与諸島の遺跡は海岸に集中している。声援や海上交通との関わりも指摘されている。芸与諸島の島々は平野部が狭く、 温暖小雨であることから古くから声援が盛んであった。古くは小型の土器に海水、海藻を入れ射沸させて声援しており、芸与諸島近辺では、無垢の原始水遺跡、松山市から出土した三世紀末、弥生時代中期末の声援土器が最古のものになる。製法が発明あるいは伝達したルートは不明であり、一説では岡山県小島地域から、 山陽川を伝わり、芸与諸島の島々に広がっていったとしている。芸与諸島で最も古い生炎土器は、馬島のハゼが、裏遺跡と亀が、裏遺跡から出土したもので、時期は、弥生時代末頃、三世紀末。博多島のけさ丸遺跡からは、四世紀末頃の生炎土器が出土している。この後、博多島では、 少なくとも7世紀初め頃まで声援が続けられた。また、都島、津波島など、今では無人島の状態に近いような島からも声援土器が出てる。このような小さな島にも弥生時代依頼人が住み、声援が行われていたことを意味する。芸予諸島とその周辺沿岸部地域では、弥生時代の声援遺跡数は少ないが、古墳時代前半、4世紀頃になると、 数多く出土している。古墳時代後半、6世紀後半になると、従来とは比較にならないほどの最大規模の生産が行われた。塩は、地元やその近辺のみならず、新たに成立した山東県の関与のもと、近畿地方にも運ばれたと考えられている。この時期は、和歌山県、大阪府の沿岸部などの近畿地方周辺部では、土器生塩が衰え、それまで頼っていた福井県、 兵庫県の生産量でも足らず、瀬戸内中部地域からのも塩がもたらされた。藤原家、平城家跡などから出土した木管には、塩に関係するものが多い。考古学的な証拠はないが、伊予製の塩も運ばれていたと思われる。なお、小原市、三次市、東広島市など、海から離れた内陸部から、生炎土器が見つかることもあるため、生炎土器は、 塩の運搬容器にも使われたと見られている。芸予諸島、広島県側の主な遺跡、芸予諸島のほぼ中央である大三島には、第三石神を祭神とする、一宮大山積神社が鎮座する。島は古くは、お島と言われていた。神社は、宝棄九年、七百七十八年、公認天皇が誕生したものとされ、水の神、山の神、海の神として、 そこから後悔の神、戦いの神、農耕の神、漁業の神、酒造の神などとして、歴代の朝廷や芸与諸島周辺の信仰の対象であった。大偶寺は、代々お知し、そしてお知しを事とする王法利氏が務めた。彼らが後に三島水軍となる。そしてお知しを事として、河野氏が生まれ、河野水軍が編成され、 瀬戸内海の広い範囲を支配した。平安時代末期の源平合戦で源氏方に呼応し、壇の裏の戦いでは150層もの水軍を編成し、勝利に導いた。鎌倉時代の原稿の役では、河野道有が水軍勢として活躍した。大山住神社の社宝として、剣、甲冑、九戦具などの武器部類の多いのは、神社を氏神とした河野氏が奉納したことによる。 皇術の村上水軍、海賊も、形式上は、河野支配下になる。大山住神社領は、三島領七島と呼ばれ、室町時代前期時点で、生名島、現在の行名島、岩木島、大三島、大下島、岡村島、三太ら島、あるいは、下島、現在の大崎下島、都島で構成されていた。つまり現在の広島県側である、大崎下島。 豊島、斎藤は、中世においては、伊予国側であった。立領国家は陸路を重視し、太宰府から都につながる太宰府道、山陽道を交通の中心としたが、平安時代以降は、平安系で消費される米、塩など、重量の重い物資を輸送力の高い海運に頼るようになり、波が穏やかで大きな潮汐さを船の推進力に利用できる、瀬戸内海には、 多くの輸送船が往来するようになった。経済的な価値を高めた芸与諸島は、機内の貴族、大事者などによって荘園化が進められ、国士や荘園領主は、徴税を強化することで、生園や海産物資源を獲得し、住民の移動、流浪を抑えて定住化を図った。これに反発する海運従事者や異興に流浪する人々などは、各地で紛争を引き起こ。 海賊を生む状況を作り出した。中世の昭園時代でも塩の生産が盛んで、室町時代には、ビンゴという名称で、年9万国余りが機内に送られていた。万葉集では、朝薙に玉もがりつつ、夕薙にも塩焼きつつ、と読まれている。王安四年、1371年、今川さだ両春の気候文、道行きぶりには、向こう島を見て、四方宿も、 かすかにて、焼きたつる煙の末物哀れなり。この島に、四方焼くたびに、一日二日のほどに必ず雨の降り、待てると言い,いならわしなり。沿岸部で盛んだった、青煙業では塩を焼く時の煙で雨を呼んでいた。と書かれている。当時の海賊衆の様子がわかるものの一つに、室町時代に、朝鮮施設として来日した、早期刑の、老少日本行録。 1420年がある。そこには、京都への往路、鎌刈山の瀬を通過する際の記事として、かつてここで、朝鮮市が海賊に遭遇し、戦中の礼物や食料、衣服などを全部略奪されたが死者以下は害を免れたこと。そこは、室町幕府将軍の意向の届かない場所であるが、東より西に向かう船は、東の海賊を一人乗せれば、西の海賊加害を及ぼさず、 西より東に向かう船は、西の海賊を乗せれば、東の海賊が害を及ぼさなことになっているので、七巻分出して、東の海賊を乗せてきたことなどを記している。このことから海賊衆が、瀬戸内海各地に石書を設定して船舶から、石船を徴収したり、船舶に乗船して水先案内や、警護の見返りに金銭を受け取っていたことがわかる。こうした海賊は、 時代が下ると組織だって行動し始め、水軍となっていった。そして、戦国大名は彼らと対立、あるいは、警護衆として、味方に引き入れようと格索していった。芸与諸島の海賊衆の中で最も有名なのが、村上水軍、村上海賊である。南北朝時代に、南朝方として活躍した村上義弘が祖と伝えられ、この時代に、 当時遊下闘争の近海で活動を行っていたことが隠されている。彼らは形式上は河野支配下であったが独自路線を歩み、芸与諸島において西瀬戸内海の海上交通、海上運輸における独自の秩序を作り上げ、瀬戸内海航路を縦横に遮る連携を取ることで活動を行っていたと考えられている。伝承によれば、もともと同一の家から次の三つの一族に、 分立した。宣教師、ルイス・フロイスは、村上水軍を、日本最大の海賊と評した。また、南北朝時代、北朝方として、ビンゴ沼田、三原市を拠点とした小早川氏が南下してくる。勢力を拡大した小早川氏は、それぞれの島で敬語州小早川水軍を編成すると、室町時代に、前述のビンゴと呼ばれた塩の取引に絡んでいる。 その初期の一つ、育地市の拠点である瀬戸田。育地島から出る育地線は、室町幕府保護の下で、ビンゴを運び、その取引量は、文安2年、1445年兵庫港、神戸港海岸の通行記録である、兵庫北海入船の王朝で、瀬戸内海有数のものであったことが分かっている。室町時代前期に、伊予国であった、大崎下島、都島は、室町後半頃に、 小早川氏が掌握、ここから秋国に属するようになった。彼ら、小早川はじめもんは後に、秋の戦国大名、毛利元成の三家に入ることにいる。そして、西側は、南北朝時代に、倉橋島や鎌刈り群島に移り住んだ田谷氏、倉橋田谷氏、鎌刈り高谷氏が、現在の呉市中心部には、五州と呼ばれる連合水軍がおり、 戦国時代中期にはそれらは、大内死警護州として活躍している。1551年、大内義隆に仕えていた、当春方は主君を倒し、瀬戸内海上の交通、運輸ルートを掌握した。春方は、海賊州の秩序に介入し、海賊州らの警護領徴収を禁止し、商人からの冷戦を独占しようとした。村上水軍はこれに反発し、 春方と元なりが衝突した1555年の五福島の戦いでは小早川氏を介して元なりに味方した。村上水軍を味方につけた元なりは五福島で4000人余りの軍勢を率い、2万人の東軍を破って瀬戸内海の交易路を掌握した。これ以降、毛利氏は中国地方の覇権を握ることになる。ただ、彼ら海賊州は天正16年。 1588年、豊臣秀吉の海賊停止令により、事実上解体されることになる。この中で、伊軍騎島、斎藤では、海賊行為を禁止したにもかかわらず、まだ出没していると名指しされており、伝承によると、当時の島民は秀吉により虐殺されたという。近世に入ると、瀬戸内海一帯では、木綿棒が普及しており、 過去の労働力の省力化と高速化を可能にする搬送専用の微罪船が発達し、ある程度の横風や逆風の中でも搬送が可能になった。特に古くから造船業で栄えていた広島藩、倉橋島では、終日町長活動と絶えないほど、盛んに船が作られ、全国各地から注文が殺到したと言われる。江戸幕府は各地に海駅、海路における公認宿場を置き、 芸与諸島内では、三ノ瀬、下鎌狩島と友の裏が整備された。江戸時代の1605年以後、将軍代代わりを経過して、朝鮮王朝から朝鮮通信使が811年まで計12回来日した。通信使は瀬戸内海を通り、芸与諸島で接待を受けた。特に三ノ瀬は評判が良く、通信使一行から秋鎌狩ご地層一番と絶賛された。 また、友の裏から眺めた瀬戸内海の風景は、日東第一継承、日本一の継承と称賛された。17世紀後半漢分期頃、河村水県によって、東回り航路、西回り航路が整備され、東北地方、北陸地方の米国などを江戸に、運輸造する海上ルートが発達した。すでに、西日本各地を水運でつないでいた瀬戸内海は、 西回り航路の整備によって、天下の台所大阪と、江戸地、東北、北陸、山陰地方を結ぶ、物資輸送の大動脈となった。これによって、島津いに沖合を航行する沖乗りが発達し、三たらい、木の江大崎上島、花栗、大三島、岩木、湯気など、瀬戸内中央部の港町は、成長を遂げた。芸与諸島には、風町、 塩町の船が入港した。みたらしでは船宿、商家、倉庫、船の発着場の岩木や船番所などもできて、港町としての整備が図られ、当初は焚き木、水、燃料供給が中心であったが、18世紀以降は、北国米を中心とする海鮮館の仲介、中継的豚屋商業も盛んになった。近世から近代にかけて、塩作りはピークを迎える。 江戸時代中期、西回り航路が確立すると塩が大量に扱われ、瀬戸内海一帯は一大塩田地帯となった。商人たちによって、当初沿岸部が塩田として整備され、浜旦那と呼ばれた地主、経営者が誕生した。また本州、四国側においては、竹原塩田、広島藩、松永塩田、ビ後福山藩、滝浜塩田、上藩、橋浜塩田、 伊予松山藩が藩主導で整備され、藩財政を潤し、近代に入ると専売制となり国が管理した。その伝統を受け継いで、現在も残るのが博多の塩である。江戸時代後期、藩の影響力を超えて、芸与の地域交流が盛んになり、秋の多だの海からは塩、綿実、タバコ、コモダワラ、カラムシなどの特産品が多く輸出され、伊予海鮮を通じて、 イオから、腰科、肥料、炭、牢などが輸入された。この頃の芸与諸島は、物流の発展により、全国的に見ても、貨幣経済の浸透度が高かったとされる。下見吉十郎によって、サツマイモ栽培が導入されたのもこの頃である。こうした繁栄は、明治時代以降、規範戦の登場により、風町塩町は、必要がなくなり、そして、 鉄道の登場により、物流も変わったため、港の存在意義はなくなり衰えていった。その様子は、まるで水から引き上げた切り花のようにしぼんでしまったと言われるほどであった。ただ、基本船にとっても来島海峡は、高校困難な海峡であった。高校速度の遅い船はそこを避けるように北側を、大きく迂回する航路、大三島と大崎上島の間から、 三原沖向島と因の島の間を通る三原瀬航路が活用されるようになる。そして航行困難な来東海峡と航行は比較的容易ではあるが狭い航路幅に多くの船が航行した三原瀬戸航路では船のトラブルが多発したためその周辺で近代的な船所ができていくのである。丘陵地を活かしさらに温暖な気候を活かして近代から取り組まれてたのが 柑橘栽培である。愛媛では、江戸時代終わりから、みかんの栽培が始まり、現在では、日本有数の産地となった。近代のみ栄えた農業の一つに、女中菊、白花虫よけ菊栽培が挙げられる。外来種の女中菊が日本に導入されたのが、明治初期、上山栄一郎によって導入された。対象になって普及が進み、第一次世界大戦によって、 輸入殺虫剤が途絶えると、女中肉の需要は高まった。ただ戦後になると、ピレトリンが科学合成されるようになったため作付けは激減した。近代、芸与諸島では、大勢の移民を排出した。平野部がほぼ延田で高地が少なくその面積に、対して農業人口が多かったこと、また、江戸時代から出稼ぎが多かったことも、一因として挙げられる。例えば、 内海、福山市の田島、横島の漁民は、江戸時代から再開捕鯨に従事し、近代以降は漁業移民としてマニラ湾へ進出したという。そして、明治29年、1896年、船舶職員法改正により、それまでの海鮮船道は近代船の船長として認められなくなったことから、専門知識を学ぶ商船学校が設立されることになり、 これが現在、湯気小船高等専門学校や、広島小船高等専門学校などとして、存続している。一方で女性の仕事としては、おちょろ船があった。これは港に停泊する船に対して陸側から小船で、春を売りに行く、遊女船で、船員に対して、夜の世話だけでなく、家事などの身の回りの世話もしていた。近世において、沖乗りの港として、大きく栄えた。 大崎市田島のみたらしや、近代に石炭輸送の中継基地として栄えた、大崎上島の木の絵が有名で、いぶせま人と人影など、近代小説、気候文などにも登場す。売春防止法以降廃止されているが、現在でも遊郭跡など、当時のものが残っている。特にみたらしでは、彼女たちを敬い大切に扱った痕跡が残っている。明治以降、 ゲイヨ諸島にはいくつかの軍事拠点が置かれた。第二次世界大戦、太平洋戦争ではゲイヨ諸島にも空襲が行われた。インシ島では1945年3月19日と7月28日にアメリカ軍から空襲を受け、造船工場などが破壊され、数十人が犠牲となったインシ島空襲。同年7月24日にはエタ島湾王に避難停泊していた。 従順洋館、トネをアメリカ空軍の大変態が襲撃し、乗組員や周囲当民から多くの死傷者が出た。1990年代初頭にバブル崩壊が起きると財政が逼迫した日本政府は自治体の財政基盤を強化し、複雑化、多様化する行政サービスに対応できる人員を確保するために市町村合併を推し進めた。その結果、 市町村数は3232、1999年3月から1718、2014年4月に再編された。愛媛県の市町村は同時期に70から22減り、減少率は全国4位の71.4%だった。芸与諸島の市町村でも平成の大合併に伴って配置分合が行われた。 芸与諸島に市長村役場を置いていた自治体の多くは、呉市や今治市など、本州、四国本土に市役所を置く自治体と合併した。一方、江田島市、大崎上島町など芸与諸島に役場を置く形で合併が行われたケースもある。平成の大合併の当初、因島市の市長、村上和弘は芸与諸島の中核都市、島並市、 歌唱を模索しながら段階的に合併を進めていく方針だった。まず、島道市ということから、因島市の経済圏である愛媛県の上島4町村との広域行政を試みた。次に、育地島などからなる瀬戸田町に対等の新設合併方式を申し入れた。瀬戸の町側は因島市と確執を抱えており、三原市との合併を模索した。 しかし、町議会で反対が一票差で上回り、合併交渉は中断された。その後、住民投票の結果を受けて、瀬戸田町と因島市の間で協議が行われたが、瀬戸田町議会の決議によって立ち消えになった。合併相手のいなくなった因島市と瀬戸田町に対して、尾道市が合併を持ちかけた。財政難の両市長は、尾道市の提案を受け入れ、 それぞれ合併協議に入った。小道市側としては、合併特例ー,ーがなければ、因島市と瀬戸田町が財政再建団体に転落しかねず、広域行政の中核を担う自治体として看過できなかったとされる。一方で、因の島の市民、経済界の間では、開示事,事務所、国の出先機関移転など、合併によるデメリットに反発する声も聞かれた。 国の方針を受けた愛媛県庁は市町村合併を積極的に推し進め、2001年2月末に愛媛県市町村合併推進要項を発表、県内70市町村を11に統合する基本パターンが示された。芸予諸島の一部を含む大地郡十町五村、朝倉村、玉川町、並方町、大西町、菊間町、吉海町、宮久保町、博多町、 上浦町、大三島町、関前村、池名村、岩木村、余下町,町、魚島村は今治市との合併が案された。また、今治市とおち郡を三自治体に統合するという参考パターンも合わせて発表された。これは今治市とおち郡陸地部、朝倉村、玉川町、並方町、大西町、菊間町、関前村、海町、宮久保町、博多町、 上浦町、大三島町、上島地区、池名村、岩木村、湯下町,町、魚島村に再編されるという案である。これらの案は、今治市とオチ軍が歴史、文化、生活圏を共有し、今治を中心とした、航路、道路が整備されていたことを考慮したものだった。2002年1月に、今治市、長重新純一の呼びかけで、今治、 オチ軍合併問題検討主張会が開催された。翌2月の第2回主張会で、今治より広島県、特に因島との関わりが強い上島地区は、この1町3村で合併を目指すと表明した。残りの今治市とオチ軍11町村は2002年8月22、市町村、多くは島見街道で結ばれていたによる任意合併協議会を発足させた。 一時住民アンケートの結果から菊間町が離脱し、大成町、並方町との合併を独自に模索するなど、右与曲折を経て、2004年6月に合併協定調印式が行われた。全国最多となる12市町村の新設合併により、2005年1月に新今治市が誕生することが取り決められた。得意なことに新市町には、新市の人口の 約65%を占める旧今治市からは、候補者が擁立されず、周辺部、大成町大三島町出身の全県議、落ちしのが就任した。因島市や今治市との合併を選ばなかった、上島諸島に対しては、愛媛県庁が合併すれば、湯気、粋な、岩木の三島を結ぶ橋を架けると提示して、湯気町、粋な村、岩木村、 魚島村の合併を推し進め。その結果、旧四町村からなる、オチ群上島町が誕生した。合併協定調員式に出席した愛媛県知事、加藤森行は、四町村の合併は必要だが、魚島村だけ明確なメリットがなかったと考え、式典に参加した町村町たちに、魚島への気配りを求めた。主な産業は造船、観光、柑橘類栽培である。 愛媛県であっても広島県への依存度は強く、全域が中国電力の電力送電網に属しており、中国新聞が購読できる。特に、上島町は自動車で四国側に直接渡る手段がなく、一旦フェリーで広島県側に出て再度愛媛県に入る必要がある。他、水道水、医療、防災事業なども一部広島県に依存している。 古くから造船で栄えていた芸与諸島では明治時代以降も日本造船業の一大拠点であった。造船業は波が激しく戦争による特需とその反動が繰り返されていた。しかしオイルショックが起きた1970年代以降は構造的不況によって造船業が衰退し造船によって成り立っていた因島では不況により島が沈むとまで言われた。2000年代には 中国の経済成長によって、造船の発注が増え、特需を迎えた。芸与諸島に造船所を置く、主な企業、みかんをはじめ、柑橘類の栽培が盛ん。急峻な山の頂上までだんだん畑を築き、無人島に出向いてみかん畑を作る出作も行われている。発作は、幕末に、陰の島竹馬町、旧陰の島市の浄土寺で原木が発見出た。 幾知島と大崎下島では国産レモン、広島レモンの栽培が盛んで、この2島だけで国内生産量の,の50%以上を占めている。芸与諸島の近海は日本の営業界とも呼ばれ、多頭からなる景観が高く評価されている。また、新鮮な魚や柑橘、郷土料理など多くの観光資源を有している。主な観光資源。 愛媛県今治市の旧博多町の島々では海運業が盛んであり昔から地元造船所が選手に対して建造代金の分割払いを認める愛媛方式という召喚校によって零細事業者が何隻もの船を持つ独特の経営が根付いているかつては本州四国とその間の島々を結ぶ多数の旅客船フェリー航路が存在したが過疎化 人口減少、佳境による、陸路シフトの影響もあり、航路急廃止、減便等が続いている。主なフェリー会社、広島県側は、県の積極的な佳境により、大崎上島を除く大型の島は離島支店が解除、されている。一方、愛媛県は、島並海道を除けば佳境が進んでいない。上島町や大下島などの離島が存在するほか、岡村島は、 四国ではなく、本州に接続されている。小さな島が密集していることから佳境が盛んな地域であり、本州と四国をつなぐ、瀬戸内島並海道が、向島、因島、陸地島、大見島、博多島から三菌島、大島、馬島を通る形で建設されている。また、下鎌り島、上鎌刈島と島を崎さ島、平ら島から中の島、以上広島系岡村島、 愛媛県までは、秋名田諸島連絡架橋の一部として、愛称、秋灘と、美島街道で連結している、全体構想としては、先、上島までのルート、江田島、倉橋島なども、本州と橋でつながっている。芸与諸島に本社を置く企業、芸与諸島の中には、一企業、団体が、島全体を所有しているものがある。江戸時代における、朝鮮王国、 朝鮮通信使との交流によって、芸与諸島の人々は日本文化の独自性を認識するようになったとされる。また、経済的豊かさや情報文化をはじめ各地との交流によって芸与諸島の町人、民衆文化が流生した。日本外史を表した内産業は晩年に京都の自邸書斎を三子水明どころと名付けた。この三子水明、 三影は青紫に沈み、海面は乳白色に光り、刻一刻母色を深める風景は、瀬戸内海の素晴らしい景観を伝える表現と言われている。広島、愛媛県境がある、氷炭島は NHK の人形劇、ひょっこり氷炭島、1964年放送開始のモデルとする見方もある。日本最大の海賊の本拠地、 芸与諸島から蘇る村上海族、村上海賊族の記憶マイナスとして2016年4月25日に日本遺産の第2期の19箇所の一つに認定された。全42項目のうち、今治市本土、7箇所と尾道市本土、3箇所と以下の島々の中の30箇所に対象がある。なお、育地島、育地市や氷炭島と村上市とは直接関係ない。 ものも含まれている。大三島では、関、藤原、落ち、渡辺、浅野などの姓が多い。道東の中心市場である宮浦地区は、江戸時代初期には、瀬戸内海各地から様々な商人たちが集まっていた。しかし、明治になるとこれらの姓の割合が8割を近くを占めており、宮浦地区の商人たちが土着化したことが伺える。 海天馬船とは、一般には、海で漕ぐ、天馬船のことで、特に船神寺での御し渡御において、魚座船を栄光する船、タグボードのことを言う。ルーツは、中世における水軍が用いた、小早と呼ばれた行き足の速い船にあるという。芸予諸島に点在する五福島神社分社あるいは、住吉神社分社では、海天馬を用いた礼祭が行われていた。 それが長じて、地区ごとで、回転魔を走らせ競争する祭事、そして観光用の祭りとして発展した。ただ高齢化により小切手が不足したことから姿を消しているものもある。以下、回転魔の祭りを列挙する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。